どうも皆さんこんにちは、大谷さんです。さあね、昨日のね制作ライブ配信ではですね、テンション上がりっぱなしでしたね。こちらですね、女神デバイス最新作、そしてですね新素体が採用されたバスタードールガンナー、こちらがね完成しましたんで、レビューさせていただこうと思います。もう本当にねめちゃくちゃ進化していて、語るポイントがねめちゃめちゃ多いんで、ちょっとね動画の方が長くなっちゃうかもしれませんが、よければね最後までご視聴いただけますと嬉しいです。それではね行っていきましょう。じゃあまずはですね、進化したその素体の構造を見ていきましょう。まずは胸周りから、このね、まず肩のパーツですね、肩の根元のパーツ、これ今回ね、従来だと、前後分割だったんですけども、1パーツになっておりまして、このね合わせ目が出ないってことと、あとはね肩甲骨のパーツがですね、これ小型化されていて見た目がねより自然になっております。でこちらのパーツをこのね胸の中央のフレームですね、ここに組み込んでいく方式で、それもですね今回ボールジョイントになっているんで、こうね、前後というか、この可動だけじゃなくて上下にもね触れるようになっております。でこのフレームにね、前後からかぶせるようにこんな感じでボディをね組み込んでいきます。こんな感じですね。でここねピンがめちゃめちゃ細いんですけども、今回ですね全体的にこのねピンの、組み合いはめ合いと言いますか、これがめちゃくちゃスムーズでスッとはまります。そして分解もめちゃくちゃ楽です。この辺の精度もねとてもアップしていて、組み立てていてとても気持ちが良かったです。ただですね、胴体側面、ここはね合わせ目出ちゃうんですけども、このね肩の根元のパーツがこうね別に後から取れるんですよね。で差し込みできるっていう構造なんで、後はめ加工が不要ですので、ここね別にそのまま合わせ目消しちゃったら、後はめ加工不要で合わせ目消せます。従来だったら胴体の側面ね合わせ目消すときはこうね正面くり抜いて軸をこう肩のね、これをこう差し込む感じでね後はめ加工をしたんですけども、その辺がね不要になっております。さらにボールジョイントで可動範囲アップと、この辺ね大きく進化していますね。で正面からねこの胸のパーツをかぶせると、こんな感じでねこれで胸周り完成です。造形もとてもいい感じですよね。でさらに首関節、ここもね大きく進化しています。全部で3パーツ構成ですね。ここは引っこ抜けるんですけども、こんな感じでここもねシージョイントになっておりまして、ちょっとごめんなさい硬いんですけども、ここもねこう差し込む形になっておりますので、合わせ目がね一切出ません。この辺も進化していますね。でこれをこうねここに差し込んであげれば食い割れね完成です。やばいですね、合わせ目がね大幅に減っておりますし、ここの合わせ目出てもね、ここの合わせ目消しも簡単になっております。よく考えられてるな。でちなみにねこの首の、根っこのパーツですね、ここはですね全部で7種類付属しまして、それぞれね、首の長さと径がね違うものがね付属しております。これらを使用することによって、他のね商品をね他の商品の頭部をね取り付けることができるようになっております。例えばね、総裁少女庭園ですね、これもですね、違うものに差し替えればそのままね、こんな感じでね取り付けることができます。でもちろんね、総裁少女がいけるんでフレームアームズガールもねいけますし、あとはですねちょっと手元にあったものだと、これ別メーカーになるんですけども、ギルティープリンセス、こちらもねそのままね、取り付けることができます。で 30mm はねちょっと無理でした、軸の方がね太いんで入りませんでした。付けたい時はちょっと加工が必要ですね。何か余ったやつをね1個加工して、30mm の軸をね付けてあげれば接続できると思います。じゃあ続いてねお腹周り、今回ですねこんな感じのフレームが採用されております。かなりね堅牢な作りで破損の心配はなさそうです。でギミックというか可動はですね、このお腹の接続部分、ここがね前後と、あとはね左右に振ることができるほか、ここ股間ですね、股関節それぞれね独立して可動することと、さらにね引き出しギミックが採用されております。で面白いのがこれお腹のパーツですね、これね前後貼り合わせなんで側面に合わせ目出るんですけども、これがですねこんな感じでスポッとねはまります。取り外し簡単です。なのでここね合わせ目は出ますけども、ここもね合わせ目消しやすいですね。後はめ加工とか不要で合わせ目消しができます。これはマジですごい、よう考えたなと思います。
で腰のパーツはね、従来通り前後からね挟み込んで組み立てる方式ですね。うん、こんな感じですね。どうしてもね側面に合わせ目出ますけども、ここもね後はめ簡単なんで、またねガンナー作る時にこの辺は解説したいと思います。であとはですね、股間部分の合わせ目ですね。従来だと、結構ね合わせ目が中央に来ていて目立ったと思うんですけども、今回ですね合わせ目位置がかなり後ろになっていることと、さらにねこの下着の、線というかこの部分がかなり細くなっているんで、合わせ目がねこう正面から見た時にほとんどね見えないんですよね。で位置も自然なんで、ここ合わせ目消さなくてもね全然大丈夫なレベルですね。この辺もね結構あの構造がね配慮されてるなって思います。続いて腕ですね。腕に関してはあんまりね従来と変更点はありません。で肩はね、前後張り合わせで側面合わせ目出ますし、でね、この腕部分ですね、ここもね正面合わせ目が出ます。ただですね、肩のこのフレーム部分ですね、これがですね、従来と形が違っておりまして、ちょっとね余りがあるんですけども、こんな感じのね形をしております。なんでかなり頑丈なんですよね。この部分ね壊れやすい部分でもあったと思うんですけども、この辺もね進化していますね。あとはですねこのね、手のパーツですね、これがですね今回嬉しいんですけども、軟質パーツじゃなくてこのね硬質のねプラスチックになっているんで、表面処理がねめちゃめちゃやりやすいです。続いて頭部ですね。かわいいね。で頭部の構造についてはこうめちゃめちゃね特に進化してるってポイントはないんですけども、1個気になる点はですね、従来の顔パーツはねつくのかって話なんですけども、ちょっと構造的につかないかなと思います。ものによってはつくのかな、ごめんなさい、ちょっとね、僕が持ってる中ではね、ちょっとつかなかったです。ただね頭部のね出来栄えも素晴らしいです。まずはね後頭部、これね左右貼り合わせなんですけども、このね、ちょうどこのラインに沿って合わせ目来てますんで、合わせ目がね目立ちません。でこのね、ツインテール、これ3パーツ構成で、軸をですね、左右のカインパーツで挟み込むんですけども、ちょうどね谷の位置にね合わせ目来ておりますんで、合わせ目実際もう、全然見えないんでないみたいなもんですね。この辺もねよく考えられてるなと思います。なんですくみでも見栄えがめちゃくちゃいいです。でですね今回一番感動したポイントですね、足です。ここマジでやばいです。もうねパッとね見てね、皆さんわかるかな、合わせ目どこって感じですよね。従来合わせ目があったポイントですね、ここの、側面で、この太ももの正面、すね部分の正面と、ね、合わせ目あったと思うんですけども、あとはね膝関節か、ここもね中央合わせ目あったんですけども一切ないんですよ。これマジですごいです。それを可能にしているのがそうですねフレーム構造ですね。これ膝関節周りなんですけども、膝関節、これね膝のパーツ1パーツなんで合わせ目が出ません。でそこにね、上下こんな感じでフレームを組み立っていって、でですね、正面ですね、正面カバーパーツを取り付けると、これによって合わせ目がね、出ませんね。素晴らしい。でこのね筒状のパーツですね、太もも、これを取り付けるんで太もも合わせ目が出ません。でさらに膝下も同じですね、こちらのパーツ、1パーツなんでこれ取り付けて、でねこれも、1パーツ、これを取り付けと、はい合わせ目がありません。すごい。でさらに足首はこんな感じのね2パーツで構成された、稼働する軸ですね、これを後から差し込むとね、すごいですよね。でさらに足首ですね、足首に関してはこれね上下分割で側面合わせ目出るんですけども、従来はねつま先のパーツをですね挟み込む必要があったんですけども、今回ですねここがですね後はめできるようになっております。なんで上下の合わせ目消した後につま先つければね合わせ目完全に消えるんで、本当にね合わせ目がね消しやすい構造になっています。本当にねなんかこうモデラー側のね、要望をねすごくねこう聞いてくれてる感じですね。本当に組み立てやすいし、ちゃんと作る場合でもかなりね楽にね完成まで持っていけると思います。で足の付け根もね、こんな感じで3つのパーツで構成された、フレームですね、こちらが採用されておりますんで、ここにねこの、筒状のパーツをね、取り付けると、これによって合わせ目が出ない構造になっております。でこれで足の完成ですね。
マジでここ組んでいて超感動しました。めちゃくちゃ進化してます。でこちらがね組み上げた状態です。こう全身のバランスもめちゃくちゃいいんですよね。こうね細すぎる部分もなく太すぎる部分もなく本当にね自然なバランスに仕上がっています。でちょっとねごめんなさい、作りかけのこれ申し訳ないんですけども比較のためにね持ってきました。サイズ感はですね従来の女神と比べて若干ね小柄な感じになっております。でね皆さんねお気づきでしょうかね、今回ね太ももがねちゃんといい感じに太ましいんですね。従来のパーツをつけると分かりやすいんですけども結構ね違うんですよね。こんだけ段差ができるくらいね結構違いが分かるかなと思います。結構太ましいんですね。なるべくね合わせ目が出ない構造、合わせ目が消しやすい構造とね構造が素晴らしいことに加えてボディバランスもとても素晴らしい、加えてお顔も可愛い、さらにね可動範囲がやばいんですね。今回ね肩周りがかなり柔軟なんですよね。でもね強度はいい感じです。関節が緩いってことはありません。優秀なんでこうね腕をですねもうこんな感じでほとんどねクロスするようなこんな感じの動きもできます。やばいですね、肩周り超柔らかいですね。今回首周りもすごいですね。これすごくないですか。ほぼね真上まで、向けることができて、さらにね下側もね大きくねこう向けることができます。首の可動範囲めちゃくちゃ広いです。素晴らしいな。左右にもねこんな感じで振ることができます。やばいな。で女神なんでこうのけぞりがねやばいやばい、めちゃくちゃエビ反り、ね、ぐーっとできますし、前屈もね、股関節の引き出しをね使ってあげればもうこんな感じでペタッとねいきます。すごいですよね、本当に体がねめちゃくちゃ柔らかいです。でちゃんとね腕もね深く曲がりますし、足もねめちゃくちゃ柔軟です。とっても柔らかいですね。180度開脚もできますし、上側にもね股関節引き出し使えば大きくねこんな感じで上げることができますね。もうなんかここまで来るとねもうデッサン人形ですよね。本当にね絵を描くね参考にもねなりそうですね。それくらい柔軟に動いてくれます。あとですねちゃんとねスタンドも付属するんですけども、今回ですねこんな感じで足にはめてねディスプレイできる簡易スタンドついておりまして、両足分つくんですけど、まあ、片足だけでもね適当にこう置いとくだけで立ってくれるんですよね。このスタンドめちゃくちゃ嬉しいですよね。これ毎回つけてほしい、素晴らしい発想だと思います。これほんとめちゃくちゃいい。じゃあ続いてですねコスチュームモードにね切り替えていきましょう。差し替えパーツはこんだけ、とっても少ないです。まずはね後頭部をね丸々差し替える感じです。このね、うさ耳部分はね、こんな感じで、回転します。これね、垂れ耳、かわいいですよね。で、ツインテールはね、そのまま使ってあげれば OK です。うん、これでね、変形完了ですね。めちゃくちゃかわいい。で、胴体はね、一度分解してね、フレームだけにします。で、本当にね、最初に言ったんですけども、パーツのね、精度がめっちゃ良くって、分解もね、めちゃめちゃ楽です。で、またね、フレームを軸にして、今度はね、こちらの、まあ、セーラー服みたいなねパーツをね取り付けていきます。本当にねサクサクいきますね、差し替え。でここ差し込んで、で首はねそのまま、取り外したものを取り付けて、頭部を取り付けるとね、こんな感じですね。ガラッと印象変わりますよね。で腰のパーツをね一回分解して、でお腹スポッと取り外して、でねこちらのスカート、これ1パーツ成形なんで合わせ目出ません。でこれをねこんな感じでパチッとはめて、でフレーム側にですねパンツを片方の軸をね引き出して引っ掛ける感じで、こんな感じでパンツ履かせて、でねでこうスポッとかぶせますとね、これでねお腹周り完成です。あとは足首をねローファーに差し替えてあげれば、これもねつま先可動しますね。でつま先は後はめ加工可能です。はい、これでねコスチュームモードの完成です。やばいね、ちょっとのパーツの差し替えでガラッと印象が変わって、いやこれはあれだな、ちょっと刺さりますね。これめちゃくちゃ可愛いです、たまんないですね。
可動範囲はねほとんど変わりません。ただね今回、スカートがね追加されて、これ硬質パーツなんで当然ね足回りの可動が制限されるかと思いきや、股関節の引き出し機構を使えばね足もこんだけ開きますし、なんだかんだ足もね結構胴体とかの可動を合わせれば水平以上には上がるんでね、そんなにあの可動が狭くなるって印象はありません。なんでねスカートを履かせてもちゃんとね膝立ちできますね。マジかすごいな。本当にねスカートの造形が絶妙なんでしょうね。見た目を崩さず可動もねなるべく殺さずっていうね素晴らしいねデザインに仕上がってると思います。続いてねライトアーマーに切り替えていきましょう。腕とね、足にね武装をつけることと、あとはね腕がね武装をつけるために専用のね差し替えの腕が付属します。ここにね2パーツで構成されたこちらのね手首というかここのねガードのパーツを取り付けます。続いて脚部のアーマー、クリアパーツと合わせて4パーツで構成されたパーツですね。たった4パーツなんでサクッとね組み立てることができます。でここで分解してこんな感じで差し込むだけですね。これでね、足のアーマーが、取り付け完了です。であとはね手足両方ともですね接続部分にここにねリングを取り付けると、そんな感じで組み立てていきます。あと靴はですねこれめっちゃ造形いい感じなんですけども、これ1パーツです。たった1パーツでこの造形、しかもねパーティングラインないんですよ。素晴らしいですね。うん、こんな感じになります。あとは背中に1パーツの、こちらのパーツを取り付けて、これで1パーツってすごいよね。結構造形いい感じです。これでねライトアーマーの完成です。またね印象がガラッと変わりましたね。このね手足につくねクリアパーツ、結構ね綺麗なブルーで、これあれですね素体モードでもね別にねつけておいてもいいかなと思います。この辺はお好みで。で最後ですねフルアーマーモード、これはね差し替えパーツこんなもんです。これをね、追加していく感じでね完成します。腕やね足の一部はこんな感じで軸付きのね、ものに乾燥してですね、そこにね、装甲をガンガンね追加していく感じですね。基本的にはねこんな感じでどんどんねかぶせていく方式なんで、差し替えってよりはどんどんね追加していく感じですね。靴もねこんな感じでそのままねこうかぶせてね、追加する感じですね。これはいいな、ガンダムバーチェみたい。でマフラーみたいなパーツはねこれ前後分割でこの部分に合わせ目くるんですけども、ダウンチモールドになってるんで合わせ目ね目立ちません。本当に合わせ目がね目立たない、またはねこう消しやすいように配慮された構造になっていますね。はい、そんな感じでねガンナーちゃんのねフルアーマー状態完成ですね。いやね思ってたより全然いいですね。やっぱりね当初の意見、どうしてもね拡張前提で3ミリ穴がね気になるっていうね意見があったと思うんですけども、僕は逆に5940円でこれだけのクオリティの素材と、あとは 4K 帯再現できて、でフルアーマー状態もねこの単体でもね結構見れる状態になってるってのは、かなりねこれ頑張ってるのは本当にすごいなと思いました。ちゃんとね色を塗ってあげれば、武器とかね単色なんで塗ってあげればね特に改造なしでもかなりね、見栄えが、いい作品がねできるんじゃないかなと思いますし、個人的にはすくみでもね全然これ、満足いく出来栄えかなって思いました。そんな感じでね以上女神デバイス最新作バスタードールガンナーちゃんのレビューでした。もうね第2弾から第4弾までね予約は始まっておりまして、まだね予約可能なところありますんで、よければね概要欄にリンク貼っておくんで他の商品もねチェックしてみてください。そしてですね今回のガンナーちゃんね、ぜひねお店にね買いに行ってみてください。5940円です。このクオリティでですよ、本当にね満足感やばいです。素晴らしい商品でした。そんな感じでね、ここまでねご視聴いただきありがとうございました。動画が良かった、参考になったと思っていただけましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。良い模型ライフを。じゃあね、バイバイ。高評価よろしくお願いします。